皆さんこんにちは。僕はですね、今アメリカのニュージャージー州にありますニューアークリバティ国際空港に向かっております。アメリカってね、ニューヨーク3つね大きな空港があるんですけども、そのうちの1つがですね、今から行くニューアーク空港でございます。今はちょうど生トラック走ってますけどもね。で、僕はニューヨークのフェンステーションから NJ トランジットっていう列車使って、だいたい15ドルぐらいでここまで30分ぐらいかけて行きました。あのアムトラックもねここ走ってて、アムトラックで来ることもできるんですけども、アムトラックは結構長距離をね利用するために運転されている列車ですので、料金めちゃめちゃ高くてね、だいたい NJ トランジットの3倍4倍ぐらいしますね。なので、あのニューヨークペンステーションから来るんだったら、あの NJ トランジットを使うことをお勧めしておきます。まあ、近郊列車になるんですけども、で今からニューアーク空港に向かってるんですけども、ターミナルこんな感じで ABC3 つに分かれております。自分のね利用する航空会社のターミナルに向かうわけなんですけども、今回僕はですねユナイテッド航空を今から使うということになります。ユナイテッド航空はターミナル C をね主に使ってるんですよね。はい、ということで今ねこのエアトレインという無料の、まあ、ターミナル間列車っていうのを使いまして、ターミナル C に向かいます。この空港はユナイテッド航空の、ね、ハブ空港になってるんですよね。なので ANA とか JAL はニューヨークはねジョン・F・ケネディの方に行くんですけども、ユナイテッド航空はねニューヨーク、このニューアーク国際空港と成田線かなっていうのを飛ばしてたはずです。ということでターミナル C に到着いたしました。まあ、こんな感じなんですけども、やっぱ JFK と比べると結構小さいなんて感じはしますね。まあ、JFK もねターミナル8つに分かれてて、一つ一つはそんな大きくないんですけどもね。ここに大きくユナイテッドと出てますけども、今回利用するのはユナイテッド航空です。で、乗る便なんですけども、見方がいまいちよく分かんないけども、もうねアメリカって分単位で飛行機出ていくんで、分単位ってことはあの20何分とかね、その1分単位でね時間決められてるんで、めちゃめちゃ見にくいんですよね。今回僕が乗るのはどれだ、わかんない、ちょっと待ってくださいね。6時20分発だったと思うんですけども、出てないんだけど、あったこんなところに出てる、一番下のやつですね。6時20分発ユナイテッド航空134便の、スイスチューリッヒ、こちらに今から向かいます。今回利用するのはエコノミークラスではなくてビジネスクラスです。ユナイテッド航空のビジネスクラスでポラリスっていうクラスがあるんですけども、こちらを使ってね今回スイスのチューリヒに向かいます。今から日本帰るんですけども、最初ね ANA のザルームで帰ろうかなと思ったんですけども、ちょっと乗りたい航空会社が一つあったんでね、ちょっとまたヨーロッパ経由して帰りも帰ることになります。はい、ということでこのプレミアアクセスっていうビジネスクラス利用者だったり、あとはスターアライアンスゴールドとかね、まあ、そういったスターアライアンスの上級会員の人が利用することができるレーン、こちらを使ってねチェックインしてね荷物預けてこようと思います。無事にチェックインが終わりました。まさかの全部自分でやらされるタイプでしたね。パスポートをかざして番号入力して入れていくっていうパターンで、ヨーロッパとかだったらね、そのねエコノミークラスとか利用するときだったらあるんですけども、まさかアメリカでビジネスで、ね、自分でやらされるとは思わなかったんですけどね。まあ、こんな感じレシートみたいなの届けですね、ビーチを思い出しますけども、今回ね元々スイスで入国してスイスでしばらく滞在しようかなと思ってたんですけども、ちょっとね疲れて早く帰りたいなってことなんで、今回スイスには入国しません。もうこのままスイス経由して日本に直接帰ります。なので日本入国するためのねその必要書類というのも準備しないといけないんですよね。で今日本に帰るためには出発国の72時間以内の、PCR 検査の陰性証明書、これがいるんですけども、今回僕はスイスに入国しないということで、スイスはトランジットだけになるんでね、アメリカで、出発の72時間以内に PCR 検査っていうのを受ける必要がありました。ということでね、アメリカの中で PCR 検査を受けるわけなんですけども、やっぱり病院とかで受けると2万円とかするんですよ。ただそういったところで受けるメリットとしては、しっかりとねその日本政府が用意しているフォーマットで陰性証明書というのを書いてくれます。ただ今回僕はですねニューヨークの街中にある無料 PCR 検査場を選びました。本当にニューヨークマンハッタン、あのタイムズスクエアの近くとかって20メートル間隔とかでねトラック止まってて、そこで PCR 検査いろいろやってるんですよね。で今回僕が受けたのはラボ Q って呼ばれるトラック、こちらで PCR 検査を受けました。これもちろん無料です。で大体結果が出るまで12時間ぐらいかかったんですけども、 PDF でメールで送られてくるんですよ。ただ無料 PCR 検査場のデメリットとしては、日本政府が用意している専用フォーマットでは陰性証明書というのは基本的には出してくれないと思った方がいいです。ただ専用フォーマットじゃなかったとしても、しっかりとね指定されたやり方とか検査方法であれば OK なんですよ。で今回ねこの PDF 送られてきたんですけども、その PDF をスクショして内容がねしっかりとその日本が指定しているやり方っていうのが合ってたんで、それをねあの事前に検疫官に提出するファストトラックってあるじゃないですか、まあ、SOS のアプリを通じてあるやつね、あれで提出すると審査通りました。つまり今回帰国のためにね PCR 検査を受けたんですけども、費用はゼロです。
行きに関してはですね、あの木下グループで2000円弱で受けたんですよね。なので今回のアメリカ旅行、往復 PCR 検査代2000円しかかかってないということで、もうこれはね本当にもう、ね、コロナ前と同じと言ってもいいんじゃないかな。アメリカ入国する時の隔離もゼロですし、で、ね、3回ブースターでワクチン打ってる人はね、日本帰ってからも、隔離というのはありません。なのでいよいよここまで戻ってきたなって感じはするんですけども、ちょっとまだねあのその専用フォーマットで出してくれないとか、まあ、そういったところはあるので、ちょっとこのやり方はあまりおすすめはしません。ちょっとチャレンジャーというか、まあ、海外旅行を慣れている人向けというか、まあ、海外でもしトラブル、起こった時も臨機応変に対応できる人向けなので、まあ、やっぱり確実にするんだったらちゃんと2万円とか払って、しっかりとした、ね、クリニックで受けた方がいいと思います。はい、ただ僕は今回、ね、これで帰ることができるんで、無料の PCR 検査を受けて、日本に帰国するということになります。まあ、ではね、特に何もすることないんで、もう制限エリア内入ろうかなと思います。空港混雑してるから4時間前には来いよみたいな感じのメール来てたんですけども、まあ、混んでるは混んでるけど全然そんな早く来る必要なかったかな。でもエコノミーのレーンも大行列ですね。まあ、ただ別にアメリカに乗ってもね、特にしたいこともなかったんで、ちょっと早めに空港に来ました。はい、ということでもうね、制限エリアに入るんですけども、アメリカは出国審査っていうのはありません。入国審査しかないんですよね。なので出国するときもあの国内線乗るような感じで、乗ることができます。逆に国内線乗るときもパスポートが必要なんで、アメリカ国内移動するときもね、パスポートを、持ってくるようにしてください。まあ、海外旅行してるときにパスポート基本的に持ち歩くと思いますけどもね。ということで、あの専用の優先レーンかなっていうのもあるみたいなんで、ゴールドトラック使って中に入ります。保安検査抜けました。だいたい並び始めてから30分ぐらいかかりましたね。さすがアメリカ、めちゃめちゃ検査が厳しいですね。靴も脱がないといけないですね。まあ、実際あの 9.11 の時もね、このニューアーク空港から飛び立った飛行機も、ハイジャックされてますからね。ということでこのターミナル、ユナイテッド航空ばっかりなんですけども、ルートハンザとかもねこのターミナル使ってるっぽいですね。はい、で奥にはですね、ニューヨークの街並みが見えるんですけども、やっぱこう見ると大都会だなって感じですよね。本当に高層ビルがバンバン建ってて、すごい街でしたね、ニューヨーク。ということで、まだね、だいぶ時間もあるんで、まあ、ラウンジでね、まあ、ボラッとしようかなといったような感じ。アメリカ国旗もね、堂々と出ていますけども、まあ、これでアメリカとはね、お別れということで、まあ、またね、近いうちに来ようと思います。アムトラック今回結構ハマってしまったんでね、アムトラック乗っていろいろ乗り回したいなというふうに考えています。まあ、ターミナル内なんですけども、まあ、店はね、もちろんいっぱいありますよ。こんな感じでバーみたいなお店とかっていうのもありますし、まあ、ラウンジもね、ユナイテッドのラウンジっていうのがいくつかあったはずなんで、まあ、そういったところでね、くつろぐことっていうのが可能です。ゲート見に来たんですけども、もう今回のフライトね出てますね。今回6時20分に出発するユナイテッド航空134便の、スイスチューリヒに向かいます。だいたいフライト時間8時間、それぐらいだったと思います。大西洋ね横断する路線です。すでに飛行機も止まってましたね。おそらく今回乗る飛行機こちらだと思います。ボーイング767のダッシュ 300ER ですね。まあ、日本の航空会社、日本航空とかはね、767、ANA も飛ばしてるから767で国際線あるんですけども、まあ、どっちかというと少数派ですけどもね、ユナイテッド航空とかはもう飛行機の数がね、もう日系とかとは比べ物にならないぐらい持ってるんで、767とかでもね、国際線どんどんとね、主力路線に投入されています。ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラスのね、3クラスとなってます。ユナイテッドは確かファーストクラスっていうのはありません。まあ、空港の中はね、まあ、そんなに広くはないですけども、店がね、ぐっともう凝縮されてるって感じかな。もちろん免税品店とかっていうのもありますからね、お土産とかもね、買いたかったら、この制限エリア内で購入することができます。広々してますね。いろんな食事の店もありますけども、結構高いですからね、空港内なんで。まあ、僕はもうせっかくラウンジ使えるんだったらね、やっぱラウンジだったら無料で食べることができるんでね、まあ、そっちをおすすめしますね。ラウンジにやってきました。今回使うのはユナイテッドポラリスラウンジでございます。もう一つね、ユナイテッドクラブっていうラウンジもあって、そっちはね、スターアライアンスゴールドとかの人も利用することができるんですけども、このポラリスは確かビジネスクラスを利用する人用のラウンジだったような気がします。もちろんあのスターアライアンス系の航空会社のビジネスクラス利用者とかも入れると思うんですけどね。はい、ということで今回僕はですね、もうビジネスクラス使うということでね、このポラリスのラウンジをね、使うことができます。はい、ということで中もこんな感じでめちゃめちゃ豪華。まあ、中はまあもちろんね、食事食べ放題とかシャワーが使えたりとかで、ね、するんだと思いますけども、まあ、ちょっとこの中でね、まあ、ふわっと、昼食とかでもね済ませようかなというふうに思います。ラウンジの中に入ってきております。まあ、結構快適そうな座席がねずらっと並んでるかな。まあ、でもなんか個室ブースみたいなのも多分探せばあると思うんですけども、まあ、グループ利用とかもね向いてますね。広々としてますけども、利用してるお客さんの数もねかなり多いですね。まあ、拠点空港ですからね。奥の方までやってくるとね、こんな感じで窓もあってね、外の飛行機とかっていうのを見ることができます。まあ、外を見てもユナイテッド航空の飛行機ばっかりなんですけどもね。こちらがですね、まあ、バイキングエリアとなっています。
まあ、バイキングなんでね、まあ、好きなものをね自分で取っていくスタイルなんですけども、驚いたのがね、結構野菜がねめちゃめちゃ多かったなというふうに思いました。サラダバーなんですけども、海外のね空港でこんなになんか野菜食べ放題っていうのは結構珍しいんじゃないかな。どれも結構なんか新鮮そうで美味しそうでしたね。まあ、海外旅行野菜不足になりがちですから。あとバナナとリンゴっていう、まあ、海外空港だとよくありますけども、リンゴとか丸かじりしてる人普通にいますからね。サンドウィッチとかっていうのもありました。まあ、サラダのねドレッシングとかっていうのも、あのシーサードレッシングみたいな感じのやつ、僕の好きなやつなんですけども、そんな感じのやつもありました。こっちなんか豆を煮たやつだったり、これ何かな、じゃがいもと人参、もうザ・アメリカって感じの食事ですけども、これご飯でしたね。なんかあんまりいまいちそうでした。ここは何も入ってなかったんですけども、まあ、スクランブルエッグとかありましたね。で奥に行くとですね、こんな感じバーカウンターみたいなのがありまして、バーテンダーの方とかっていうのもねいらっしゃいました。ここでね好きなお酒っていうのを注文することができます。まあ、ソフトドリンクとかっていうのもねもちろんありますけども、このラウンジのね一番の魅力はやはりこれではないでしょうか。ダイニングルームというのがありまして、こちらね無料で食事いただくことができます。まあ、無料のレストランがあるといったような感じかな。朝食の時間帯、ランチ、ディナーの時間帯でメニューは変わってくるんですけども、ここに書いてるね食事っていうのをね中でいただけます。予約時間になったんでねダイニングにやってきております。たまたま案内された席がね窓側ということで、もう目の前にね飛行機止まってるんですよね。めっちゃ色あせてますけども、これ日本だったらなんかいろいろ言われそうですよね。うん、まあ、テーブルはこんな感じ、2人用の座席でしたね。もちろんね相席になるってことはありません。EWR、これね、ニューアークリバティ国際空港の3レターですね。で、まあ、メニューはね、さっき紹介したやつと全く同じ。まあ、そんなに種類は多くないんですけども。今はね、ランチ、ディナーの時間帯ということで、右側のメニューの提供となっております。トマトサラダと、あとはこのエントレス、メインの真ん中のやつですね。うん、ちょっといまいちよくわからない。アトランティックって書いてあるやつね。これオーダーしました。ドリンクはね、まあ、いろいろと、まあ、アルコールも含めてあるんですけども、まあ、スパークリングワインが、ね、ないということだったんで、シャンパンねお願いしました。1品目がやってきました。左上のやつね、シャンパンですね。こちらなんですけども、トマトサラダでございます。ね、見た目がすごくいい。やっぱりね、ビュッフェとかねつって自分で入れるんですけども、まあ、僕なんて入れるセンス全くないんでね、ぐちゃっとなっちゃうんですけども、やっぱりね、しっかりとしたシェフが作ってくれてるということで、やっぱり料理は見た目からって言いますからね。新鮮なトマト、パプリカも入ってるのかな、シャキシャキとした感じのサラダになります。ロケーション最高すぎるよね、目の前に大きな飛行機見ながら。メインディッシュなんですけども、今回選択したのは銀だらの西京焼きでございます。まさかね、アメリカで白身魚をね食べるとは思わなかったんですけども、まあ、柔らかいですね、タラなんで、この中のソースにつけていただくんですけども、とても美味しかったですね。マッシュルームとかっていうのも入ってましたし、ただね、これ上に乗ってるのはパクチーなんですよね。ちょっと僕パクチーだけは本当に NG なんで、ちょっとパクチーはね避けていただいたんですけども、まあ、それでもね本当美味しかったね。京都とかで出されてもね、なんかおかしくなさそうな感じの食事でした。最後にデザートがやってきました。これ上に乗ってるのブルーベリーとイチゴですね。で、下はなんかレモンバニラ風味のヨーグルトかな、なんかこれが一番おすすめって言われたんでね、これにしたんですけども、他にもねアイスクリームとかっていうのもありました。まあ、最後ねこれいただいて、もうそろそろね搭乗時刻近づいてきてるんで、もうラウンジ出てねゲートに向かおうかなといったような感じですね。今回シャワーはねもうホテルで浴びてきたばっかりなんで、もうなしでいいかなと思ってます。最後にこちらいただきます。ポラリスラウンジ出てきました。まあ、このラウンジのね欠点といえばね、ちょっとあまりにもキャパシティがオーバーしてるって感じかな。うん、面積に対して利用者数が多すぎるんで、かなり混雑してるって感じはあります。なので息苦しさっていうのは正直ありますね。まあ、シンガポールのチャンギとか、ドバイのラウンジとかっていうのは息苦しさっていうのも本当にないので、そういったところはやっぱ空港たちってすごいなと思います。はい、まあ、何はともあれですね、もうね搭乗開始してるみたいなんで、今からねゲートに向かいます。ただいまの時刻5時半ですね。50分前にねボーディング開始って、ね、搭乗機に書いてるんですよね。ちょっと早すぎる気もするんですけども、まあ行きます。 C の90番のゲートにやってきております。もうすでに搭乗開始してますね。乗っていきましょう。もちろん優先搭乗ということでグループは1番ですね。一番最初に乗り込みます。初めてのユナイテッド航空がねまさかのビジネスクラスということで、ちょっとテンション上がりますよね。 Wi-Fi のマークも書いてるんで、 Wi-Fi も搭載してるんですね。Hello. Hi, welcome. Hey. Turn on the screen. Oh, thank you. What were you doing before? わあ、すげえ、めっちゃ乗ってる。はい、ビジネスクラスは1プラス2プラス1になってるのかな。 Sorry.
すごい今日ほぼ満席というか確か満席だったと思います。後ろから見るとこんな感じですね。今回僕はですねビジネスクラスの一番後ろのシート18番の L 席をね予約しています。座席に着いたんですけども、残念なことに窓がないシートでございます。え、マジか、そんなの全く書いてなかったんですけどもね、とりあえず一番後ろがいいかなと思って予約したんですけども、このシートに窓はありません。え、初めてかも、窓なしシートのビジネスクラスっていうのは。まあまあ別にねいいんですけども、まあ、飛んでからの景色ってずっと一緒なんでね。ただまあ離着陸のシーンが撮れないっていうのはちょっと残念ではありますね。シートの上には、いろいろとアメニティ用意してくれてますね。ブランケットとか腰当てとかアメニティセット、そういったのは後ほど見ます。正直に言いますけども、このシートかなり外れの座席ですね。もう窓がないだけでね、まあ、察するかと思うんですけども、いわゆるヘリンボーン型ってやつになるのこれって、ちょっとよくわかんないんですけども、形的にはね日本航空の 777-200ER の スカイスイート3の座席ありますよね。今国内線のクラス J として活躍してますけども、あれと雰囲気は似てます。ただちょっとまたあれともね若干違うんですけども、こんなもんなんだなっていうのが正直な感想ですかね。実はねこれ乗る前からユナイテッドのビジネスはそこまでだよっていうふうに言われてたんで、ある程度ね、まあ、あんま期待はしなかったんですけども、ちょっと狭いなって感じはしますね。この前タイ航空のビジネスとか乗りましたけども、あんなんと比べるとだいぶ狭いですし、通路の方に、ね、足が向いてる関係でね、普通に CA さんとかが通ると目合っちゃうんですよね。ちょっと気まずいなっていうのもありますね。まあまあまあフルフラットになってくれるんでよしとしましょう。安全のしおりはねこのような感じでしおりタイプになってるやつですね。ボーイング 767-300 と出てますけども、正確にはね 767-300ER となってます。下の部分にはですねコントローラーと、あとマルチタイプのコンセントで、さらに上には USB ポートっていうのがついています。まあ、コンセントはねしっかりとついてるっていうのは、まあまあ今時は当たり前っちゃ当たり前ですけどもね、助かります。で、まあ、一応ねここプッシュって書いてますけども、これね収納スペースになってるんですよ。よいしょ、開けるとこんな感じ。ちょっと今搭乗券とか入ってるんですけどもね、あと水のサービスもありましたね。これがウェルカムドリンク、それちょっとわかんないですけども、水1本無料でもらえました。ウェルカムドリンクのサービスはねしっかりとありました。スパークリングワインかオレンジジュースって言われたんでね、今回オレンジジュースをお願いしています。しっかりとねガラスのコップで入れてくれるっていうのはポイント高いですね。この飛行機のね出発の準備は終わってるんですけども、荷物のね搭載に時間かかってるみたいですね。もうかれこれドア閉まってから20分以上経ってますね。今回のフライトマップですけども、ご覧の通りね大西洋を横断するルートです。スイスとアメリカではね時差5時間あるんですよね。ニューヨークとスイスだったら、スイスの方が5時間進んでて、今スイス夜の11時半とかなんで、到着するとね朝なんですよね。だいたい7時間半ぐらいのフライトとなっています。
結構ね滑走距離はやはり長かったですね。あとボーイング767ということで結構ねエンジンの音も大きくて飛行機に乗ってるという感じがしますね。いや窓側じゃないことがね本当に悔やまれるんですけども、まあもうそればかりはね仕方ないですね。多分ね今から機内食のサービスが始まると思うんですけども、ぶっちゃけ全然お腹減ってないんですよね。正直いらなくて寝たいぐらいなんですけども、周りの人とかも寝てる人結構多いですね。離陸するまで結構時間があったっていうのと、あと照明落とされとったんでね余計眠たくなったって感じかな。ここにですねスイッチのコントロールっていうのは集約されています。リクライニングとかすることができるんですけども、これであすごい、このなんかくるくる回すみたいなやつつってて、これで一気にあれですねベッドの状態まで持っていくことができますね。すごく分かりやすくていいね。まあ、別に今は、ね、フルフラットにする必要はないんでちょっと止めておきますけども、ビジネスクラス、まあ、今時のね時代を考えると、まあ、やっぱりフルフラットにならないビジネスクラスっていうのは、まあ、長距離センターと論外ですよね。いまだにねあるんですけども、まあ、ANA とかも 78M の今はね国内線として使われてますけども国際線機材あるじゃないですか。あれもね短距離だからいいけど、あれが長距離線でねビジネスクラスですとかって言われて発売されるとちょっと乗りたくないですよね正直ね。昔はあの機材でなんか羽田とバンクーバーとかも飛んでたみたいなんで、うーんって感じはしますよね。まあ、フルフラットになるのは最低条件なのかなと思いますけども、やっぱり足元かなり狭いね。僕身長170とかですけども、それでもちょっと狭いと思うので、結構高身長の人とかになってくると普通に狭いと思います。うん、もうザ詰め込み仕様の767って感じですね。まあ、機内コンテンツといえばねやっぱりエンターテインメント映画だと思いますけども、映画の種類は結構あるんじゃないかな。うん、多分200本ぐらいねあると思いますよ。あの子は貴族、日本の映画もありますね。まあ、こんな感じでかなり種類が豊富なんで、まあ、暇になるってことはないよね。うん、まあ、こんな感じでいっぱいあります。まあ、あと7時間16分なんで、まあ、3本ぐらい見ようと思えば見れますね。ではお待ちかねのアメニティポーチの中ね見ていこうと思います。アメニティポーチね、ユナイテッド、ポラリスっていう風にねロゴが入っててなかなか可愛らしかったですね。メイドインチャイナ、メイドインタイランドって書いてましたね。だからタイとか中国で作られてるみたいですけども、まず開けるとソックスが出てきました。靴下入れてくれてるので結構嬉しいですよね。それから続いて歯ブラシで、これなんかな、よく見てなかったんですけども顔拭いたりするやつかな。ユナイテッド、ポラリスのロゴ入りのアイマスクと中にはね耳栓も入ってました。これがティッシュ、ポケットティッシュもね、ユナイテッド、ポラリスのロゴ入りです。であとはなんかハンドクリームだったり、あの歯磨き粉とかそういったものですね。ボールペンもねユナイテッドのロゴ入りでしたね。いやポラリスっていうロゴもね何やかんやね、いろいろ入れてくれてるっていうのは結構ねテンション上がりますよね。でこれフェイスクリームといったような感じ、まあ、こんな感じのアメニティセットでした。まあ、一般的なやつと、まあ、変わらないっちゃ変わらないですね。もうではですねドリンクのカートが来てくれたんでそろそろテーブル出しますか。テーブルねプッシュって書いてるんですけども、これ押すとなんか前に出てきます。なんかちょっとコツいるんですよ。なんかこうやると普通になんていうのこっち側に引っ張ると出てこなくて、ちょっと途中あたりから斜め左方向にスライドさせるとなんかいい感じに出てきますね。はい、まあこんな感じのテーブルです。まあ大きさは十分ですよね。しっかりとしたテーブル、パソコンとかもね余裕で置ける感じですね。どうしようかな、アルコール飲みますか。まずは飲み物ということでねビールオーダーいたしました。プレミアムラガービールと書いてますね。ビールはなんか今日は1種類しか置いてないって言われたんで、こちらになります。初めて見るビール、ステラ読み方わかんない。はい、こちらのビールと、あのナッツもくれたんですけども、ナッツねなんとあったかいんですよ。すごいね、あっ
ったかいナッツ食べるのいつぐらい、いつぶりかはちょっと覚えてないですけども、結構久しぶりなような気がしますね。まあ、とりあえずね、こちらいただきます。メインがやってまいりました。今回ビーフ選択しています。ワンプレートでの提供です。まあ、これねバーベキューソースに柔らかい牛肉だったんですけども、まあ、お肉はね柔らかくて非常に美味しかったんですけども、タイ米がですね一部しっかり炊けてなくてね、もうめちゃめちゃ硬い米のままね入ってたりしたのはちょっと残念でしたね。でこれ左サラダなんですけども、サラダもね超パサパサしててね、うん、正直微妙だったなって感じ。ラウンジがねかなりクオリティ高かったんで、ちょっと機内食は残念でしたね。レモンのシャーベットはめちゃめちゃ美味しかったです。これが一番美味しかったね。パンはね、温かいパン提供してくれました。まあ、今までビジネスクラスいろいろ乗ってきましたけども、まあ、その中では一番ちょっと残念な機内食になったかなと、まあ、正直に思いますね。機内食の時間が終わると機内の照明がね一気に暗くなりました。まあ、食後にね、飲み物どうですかって言われたんですけども、まあ、もう特にもうお腹もタプンタプンなんでね、断りました。まあ、このままねお休みタイムに突入ですかね。まあ、今回のフライトはまあ深夜便といってもまあ問題ないと思うので、まあ普通にね寝ていいと思います。まあ明日の朝にねスイスに着くんで、まああと5時間38分ということで、もう離陸してから2時間ぐらい経ちましたね。ではですね、もうワイもねそろそろ寝ようということで、フルフラットの状態にしてみました。枕とシーツがあるわけなんですけども、やっぱりねビジネスクラスフルフラットになるっていうのは非常にありがたいですよね。ビジネスクラスはねやっぱり寝てなんぼだと思ってるんで、寝なきゃ損ですよね。せっかく、ね、ベッドの状態にすることができるんですから寝ようと思います。シーツにくるまりました。結構あったかいですね。まあ、機内って結構冷えるんでね、厚着して乗るのがいいと思いますけども、まあ、あと5時間20分ですからね、もう意外とすぐ着きますよね。もう3時間ぐらい寝ればいいかな。うん、で肝心の、まあ、広さなんですけども、一応ね端っこに足はついてないですね。ただもう180センチぐらいの人だったら思いっきり足つくと思いますし、ここのスペースがね全然広くないんですよ。結構狭いんで、うん、って感じですね。その辺は、まあ、やっぱ詰め込み仕様のビジネスクラスって感じがしますけども、まあ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 いいでしょう。ということで寝ますか。電気消してね、モニターも消しとこうか。これで消えますね。はい、ということで夢の世界に入ります。おやすみなさい。おはようございます。結構寝ましたね。あと2時間10分とかなんでもう到着しますけども、まもなくあれかな、大西洋横断を終えてヨーロッパの上空に入るところですね。現地時間は今6時半ということで、まあ、帝国到着が確か8時半とかだったんで、まあ、今日はフライト時間的にもあれですね、遅れも回復してますね。こんな感じで機内はまだ暗いです。いや、 やっぱりねフラットになるんでね、爆睡することができました。もう3時間半ぐらい寝たと思うんですけども、一回もね目覚めることがなくね、めちゃめちゃ今すっきりしてますね。ちょうどね後ろのプレミアムエコノミーのところは電気がついてね、機内食皆さん食べてますね。2回目の機内食に対しましてビジネスクラスの方はね未だに電気は消えたままですね。でも多分機内食あるんじゃないかな。もうあと1時間ぐらいで到着するんであれなんですけど、朝食がやってきました。コンチネンタルの方ねお願いしたんですけども、なんかオムレツとかもあるって言われたんですけどもね、あまり量いらないかなということでこっちにしました。ビジネスクラスあれですね、全員にというよりかは起きている人に対して機内食ねどうするみたいな感じで聞いてますね。寝てる人が多分大半なんで、まあ、これは結構いいと思いますけどね。やり方的にはもういらないという人も結構多いと思うんで、僕も正直そこまでお腹減ってないってことで全然お腹減ってないんで、これぐらいの量でちょうどって感じですかね。ストロベリーのヨーグルトと、これ美味しそう、フルーツの盛り合わせですね。うん、あとはパンです。ジャムとバターがついてますね。リンゴジュースもお願いしました。朝ごはんとしてはちょうどいい量です。もう間もなくですかね、スイスチューリヒも目前に迫ってきております。ローマとかマドリッド、ポルド、マルセイユとかで、なんか久しぶりに見る地名ばっかり。
そうそう、この飛行機ね、あの一応こんな感じで、あの機内紙ね積んでましたね。ロンドンが今回取り上げられてるみたいなんですけども、機内紙とかもあるんでね、まあ、暇は潰せます。はい、あと機内の Wi-Fi もあるんですけども、あのもちろん無料ではなくてね、国際線なんで有料となっています。いまいちよく分からなかったんでね、見てないんですけども、まあ、10ドルとかって書いてたんで、まあ、でもメッセージぐらいしか多分送信できないんで、まあもういいかなということで、今回ね Wi-Fi 購入はしてません。まあ飛行機の上というかね、空の上の時ぐらいはね、まあそういう Wi-Fi とかネット環境からは離れるってこともまあ大事だと思うんで、まあ、正直別に機内 Wi-Fi はなくても全然 OK ですね。着陸の20分ぐらい前になりました。シートベルトサインがね点灯しました。着陸態勢に入るということでね、快適だった座席も元に戻します。まだ食事してるって言いますからね、ちょっと急いでくれって感じですかね。この座席の、ね、メリット一つ言うの忘れてましたけども、隣に、ね、人がいないんですよね。隣に壁になってるんで、まあ、その辺は結構プライベート感あって良かったですね。はい、ということでスポットに到着、シートベルトサインも、ね、消灯したんで降りていきます。ちなみにね、後ろのシートはね、プレミアムエコノミーでした。プレミアムエコノミーは2プラス2プラス2の座席配置なのかな。その後ろエコノミーなんですけども、エコノミーは232になってるんですよね。プレーコ結構良さそうですよね。ユナイテッドのプレーコちょっと気になってます。新しいシートっぽいですけどもね、ちょっとあの人が使った後なんで残骸みたいになってますけども、ちょっと一番前に来てるんですけども、A 席でもね、窓側の A 席と通路側の A 席があるんでね、その辺ちょっと注意してくださいね。座席指定するとき、あの一部席は窓がないんで、その辺はちょっとこの座席の注意事項かな。最後に座席前から見てるわけですけども、ほんとこんな感じでね、工夫して座席をねどんどん詰め込みましたっていう感じですね。まあ、そういった意味ではね、面白いね機材だったんじゃないかなというふうに思います。1プラス1プラス1のビジネスクラスですからね。はい、ということで降ります。飛行機降機いたしました。今回の飛行機の顔ね、今初めて見ましたね。はい、ボーイング767ということでこんな感じの顔でした。ユナイテッドはね、767のダッシュ400とかっていうのも持ってるんですよね。まあ、どうせならそれが良かったんですけども、まあ、今回はねダッシュ300でした。隣にはね、スイスインターナショナルエアラインでしたっけ、スイス航空ですねの飛行機が止まってます。ということで8時間かけてですね、アメリカからスイスまでやってきました。まあ、今回ねスイス入国する予定ではあったんですけども、もともとはねもうこのまま日本に帰りたいということでね、今回入国はしません。まあ、またねあの近々ヨーロッパ旅行もしようと思ってるんで、その時はねスイスも含めてね一気に回ろうかなというふうに思っています。ということで今回ですね、ユナイテッド航空のボーイング767の新しいビジネスクラスポラリス利用してきましたけども、まあ、感想としては座席自体はね正直かなり狭かったなっていう印象を持ちました。もっと広い座席とかって今時いっぱいあるんで、まあ、それらと比べるとね結構劣るのかなというふうに思うんですけども、でもやっぱりねこの路線も結構需要ありますし、ユナイテッドってまあアメリカの航空会社ですからね、本当にビジネスクラスとかの需要も半端ないんですよね。なのでそういった意味ではね、工夫してね座席の数を増やすっていう意味では、まあ、この座席でもね致し方ないのかなというふうに思います。あと767がね今でも国際線の主力路線としてねバンバン飛んでるっていうのは、かなりいいですよね。僕767結構好きなんでね、はい、そんな風に思いました。はい、ということでね、今回ビジネスクラスの紹介でした。また今度ねプレミアムエコノミーっていうのはちょっと気になってるんで、まあ、日本からアメリカ路線とかでねプレーコを使ってみたいなという風に思っています。この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この後はですねスイス航空を使いまして日本東京に帰ります。